スタートしました。ちょっとバラッとした飛び出し、ヒデノブルースカイ後ろからになりました。さあ先行争い、内から5番の西野ラバンダが先手を取っていきました。リードを1馬身、これを追って6番モズナラスターが2番手につけます。3番手内から1番エンドレスサマーが上がってきて、その後4番手に7番里のカルナバルです。外は11番シュードタキライトが並んでいって先団5頭、2馬身相手10番カルフスペルシュ、8番ラインパッションが内に並んでいます。3コーナーカーブへ、2馬身され13番のエメラビーの追走、内から4番ヒデノブルースカイ上がっていきました。3コーナーカーブ、3馬身され14番のヤンキーバローズが行って、その後2番のちぎり、前半600は34秒0です。後方にかけて9番のブーレブー、このインコース3番のリーフィールド、後方に3投目、間が空いて12番オカメの恋、1番後ろ400を切って4コーナーカーブに向かいます。逃げた5番の西野ラバンダのペース、ディーロー1馬身、同枠外から6番モズナラスター接近、4コーナーから直線に向かって内を狙って1番エンドレスサマー、前下がなくなって200を切りました。この外から7番のサトノカルダバル追い込んでくる、後方からは10番のカルフスペルシュ、ヤンキーバローズの追い込みですが、内から粘る5番の西野ラバンダ、外から7番のサトノカルダバルが捉えて1馬身抜けた。サトノカルダバル、佐々木大輔ゴールイン、2番手